無数に並べられたカラフルな花。穏やかな風を受けて水面に揺らぐ風景はとても幻想的です。三重県桑名市の北条寺では境内の鉢などに花を浮かべる花蝶図が見られます。住職の妻福井雅子さんがおよそ2年前から行っています。医療従事者の方がもう防護服を着てもう昼夜働いている姿で、少しでも何かお役というか感謝の気持ちを込めて入れさせていただいたのが始まりですね。花はお寺の経費を使ったり地元の方からいただいたものなどで賄っているとのこと。寺の行事に合わせて花を入れ替えているそうですが、今日はある願いを込めて花を浮かべました。浮かび上がったのは上が青色と下が黄色の模様。そう、ウクライナの国旗をイメージしたものです。何かできるかなと思って息子がですね、その時にお母さん、ウクライナカラーの国旗の色にしたら花を入れてみたらどう。花びらが青色のものは手に入れることが難しく、花屋に染色してもらったそうです。黄色の花は、黄色の花は割とあるんですけれども、ウクライナのお花がひまわりだっていうことを教えてもらって入れてみました。飾った花蝶図は新しい花に入れ替えることはせず、あえてそのままにしています。人間のいつも若いままで入れるわけじゃないし、病気に出会って老いていく姿っていうのは当然あると思うので、それを花を通して感じてほしい。ニュースで悲惨な状況が伝えられるたび、胸が締め付けられる思いになるという福井さん。ウクライナのカラーの花を入れてる間はやっぱり一日も早くね、この戦争がなくなるっていうことを思いました。ウクライナの国旗の色で彩られた花蝶図は10日間ほど見られるということです。